ればと思っていたことは何のことはない経験の繰り返し。私はちっとも大人になれない代わりにほんの少しだけ未来が読める気になって、悲しくてたまらなかった今日のことも笑って振り返る日が来るなんて、そっとため息、知ったかぶりでやり過ごす。何一つ心は片付いていないのに、そう。